今回最後になっちゃったけど、はい、日本人からは招待選手枠としてアコーラバナナだよね。はい、アコーラ選手とプロトバナナ選手がね、ありがとうございます、正式名称でね、はい、出てきたということで、はい、まあ、その他は海外トッププレイヤー、はい、で投票枠で4人いたのかな、はい、という計16名の4444の A から D ブロックに分けて予選を行い本戦を戦うという最高峰の トーナメント、うん、すごいですよ。投票も面白かったね。梅木さんが結構ね、うんうん、あの投票枠として立候補して、うん、惜しくも、まあ、あの投票枠で参加できなかったんだけど、はいはい、なんか投票で日本人が盛り上がってたっていうのはあんまりなかった、うんことだし、だね、あのアーロン、うん、アーロンちょっと仲いいんですよ、うん、あの海外勢の DB 使いのアーロン、はいはいはい、仲いいっていうかなんか舐めてるこいつバカにしてもいいんだギャハハって感じで僕のことすごいバカにするんですけど、あいつサミットの投票中の時だけめっちゃ俺の配信来て、うん、みんな俺に投票してくれってクソとコメントしてきてたんだけどいざサミット行けることが確定したらもう一回顔出さない俺の元にあいつ、まあ、まあね冷徹とも見えるが、うん、あの野郎マジで調子いいよな、真面目とも取れるあのガキャ若いよねめっちゃ若いんじゃないかな、まあまあとかね、あのも行ったりとかで、うん、個人的に応援してましたけど、はい、でもなんか海外の流れからさ、うん、梅木さんもなんかペヤングとかやってたけどさ、なんかそういうイベントになってんのおもろいよね行くためにどこまで体張れるかってめっちゃ良くないでも、うん、おもろいよね、なんか人気投票って、うん、まあなんか、まあ、自分たちがさ当事者になったらさ、うん、いろいろ考えて嫌だなと思うこともある、まあ、ちょっと嫌な側面もね、嫌な側面ある、うん、選ばれなかったらすげえ嫌だもん絶対、うん、という反面人気投票ってクソ面白いんだよなっていう、まあ、そうね、なんかその日本っぽくないよね、うん、なんか海外はさやっぱさ俺に投票してくれって言ってさ、うん、みんながお金出し合ってっていう、まあ、とこでちょっとね日本は不利なとこもありつつも足尾さんもエントリーはしてたけど、そうだね、うん、まあ、個人的にはやっぱりバナムさんのねリリー対策をちょっと付き合ったのもあって、うん、ちょっとバナムツイークは個人的にも注目、もともとそのねツイークは自分が使うキャラのリリー使ってるからそもそも注目なんだけど、うん、アムサさんがツイートしてましたけどちょうど、うん、なんてあフォローバスティオンの5000目の最終ストックとか特に顕著だったんだけど、ツイークはディディコングバナナ持って、うん、あの回避上がりよりちょっと遠いぐらいの位置にずっと立ってるんですよ、はいはい、でバナナさんはあの、まあ、ずっとジャンプ上がりしてるんですよ、うん、でその着地を読み合うみたいな感じのやり取りがずっと行われてたんだけど、はいはい、ずっとジャンプ何回も何回もジャンプ上がりして何回も何回もずっと通させて、まあ、その後読み合わせして、まあ、勝ったり勝らなかったりするんだけど、うん、最後だけその場上がりしてその場上がりちゃんと勝ったみたいなのが出たのが、はいはい、なんかこのもう本当毎回ちゃんとセット決めて、うんやってんだろうなみたいな、アムサさんもツイートしてたんですけど、はいはいはい、それがすごいすごい印象的なね決まり方だったと思う。なんかディディコングと か、うん、なんかツイークのスマブラのなんか形が、うん、あすごいいいものだなって思わせる内容だったんで、はいはい、あとはスカイジェイかな、スカイジェイやっぱ面白かった、スカイジェイね、スカイジェイずっとツイートしてたもんね。俺あんまり大会の実況みたいな実況ツイートというか、うん、あるじゃないですかそのリアルタイムで楽しんでる感じ、そう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 、あれあんましないんですけど、うん、今回おもろすぎてめっちゃしちゃいましたね、はいはい、よくわかんないけど勝ってんだよ なんか空上で急に盛り上がるの面白すぎるし、なんか急にさ今まで何もして動いて何もして与えてられなかったのに急に空上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 急に盛り上がるんだよなこいつっていうのとかそうね、単純になんか立ち回りで勝ってねこれっていう、まあ、技偉いよね、なんかそうあの顔しときながらさ真面目な差し合いパーツというかさ、そう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  DA とさ DA もなんか絶妙な性能してるよね、してる伸びるんだよな、ね、ちゃんと意外とそうで考えると強いし見てて面白くて、でこれアポロカゲもやっぱスネークだからさ、うん、なんかおうまみたいなコンボが多かったりするわけじゃん、それもあってアポロカゲスカイジェイはなんかクソテンション上がって見ちゃったりしたかな、うん、やっぱコーラツイーククソ面白かったなマジで、コーラツイークもグランドファイナル、グランドファイナル聞
近距離のね、そうなんかそのセフィロスもやっぱさ、うん、クーネで拒否したりガードで逃げたりするけど、うん、そのやっぱオリクーネのからぼったくったりもするわけじゃん、セフィロスって、うんうんうん、なんかその辺の読み合いがなんかお互いが近距離仕掛けた時にお互いがどう動くかみたいなところがねすごい面白かったと思うんで、うんうん、なんかまあツイークのソーラーって結構もうゆっくりチェックじゃないですか。なんか結構理にかなってることが多い、うん、まあ、日本人の人はそういう人が多くて、はい、海外では結構ノリプレイがあるみたいな、うん、言われたりしてますけど、ツイーク日本寄りみたいに言われるよね、うん、ツイークのプレイはすごいなんかなるほどっていうのが多かったから、うん、楽しく見れて僕はすごい好きなサミットでしたね、はい。スパーゴがね、早期入って、ボイドが勝って、あれはびっくりしましたね。スマバと一緒に行った時のさ、うん、アコラさんのスティーブにジャックレンでさ、ぶっ飛ばされた時にさ、やっぱシークなんか、ボイドきついんかなとか、うん、今スマバラやってんのかなって、うん、ちょっと不安になってなかった、ボイドに対して。なってたよね、うん、で俺もそれ聞いて、あ、ボイド今ちょっときついんかなって思った会話した次の日の夜に、ね。そうね、スパーゴ倒してめっちゃいい試合でスパーゴ倒してっていう別ゲーでさ、うん、エボ優勝とかしてたでしょ。あ、ボイドスマブラのパチモンでそう、あれなんだっけ、トムとジェリーで優勝してたはずなんだけど、まあ、とか結構配信も頑張ってるからちょっとそっち活動多いのかなとか思ってたけど、うん、本戦の初戦だったから、うん、おもれスタートだった。じゃあ最近なんかさ、うん、大会見てて、うん、なんか昔は見てる時に勝った人の顔とか、うん、勝った人の表情とかがみんな好きだったんだけど、はいはい、いやこれ嬉しいだろうなとか、うん、最近なんかもう負けた人への感情移入ばっか考えちゃう、はいはい、これこの負け方きついだろうなとか、はいはい、いやこれ悔しいだろうなこれ、いろいろ考えちゃう。あのコントローラー巻いてる時のね顔、心情をお察しするよね。握手ポップオフして戻ってくるまでにいつ自分から手を差し出すかって、絶対こ負けた方が手を出さなきゃいけないなってとこはあるから、どんな顔で挨拶するんだろう、うん、まあでも、うん、あるなと。選手目線でよりこうね、うん、いい観戦ではあるとは思うけど、ね、とかもあって感情が見て取れるとやっぱね、熱い、熱くなれるしね、感染としても。あとはやっぱりね、MK レオアコーラ、これは、うん、これはなんか逆だな、いやこれアコーラさん嬉しいだろうなっていう気持ちになれ、うん、慣れた。あのいい試合後のあれだったよ、うん、わあとかで、なんか結構ドラマが詰まってるというか、うん、なんかいい大会だったなって振り返れる、はいはいはい、やっぱりなんか優勝者の人にドラマがあればあるほど僕が結構好きな大会なんですけど、うん、やっぱ MK レオの対戦、うん、との対戦とか、うん、ルーザーズから上がって、まあ、ビッグリーとかリベンジしたわけだし、うん、そうね、そういうのでコラさんがすごい嬉しいだろうなと思う大会だったのと、はいはい、めっちゃ好きだったのが、うん、あの終わった後のインタビューで、まあ、なんかソファに座った偉そうなやつらがさ、うん、めっちゃよかったなおいおいあれ何だった何だったってさ、ニヤニヤしながら聞くフェイザーに、ね、4人ともそうなんだよね誰キャラ被ってんだよね4人普通はバラ4人いたら大体漫画とかもね、あのパワー系メガネ系、うん、インテリイケメンいろいろいるんだけど、あいつら全員こうやってやってさ全員イケてる系なんだよでやってる中で、うん、インタビューあるじゃん、うん、インタビューでどこの地域が一番強いと思いますか、うん、みたいな質問に、はいはいはい、まあ、これなんか、うん、いや日本が一番強いと思いますって言って、まあ、これ答えは自体はまあまあね、うん、なんかいろいろあると思うんだけど、うん、答えも良かったんだけどもちろん、うん、なんかその質問がさ、まず日本ですって答えやすいじゃん、まずなんかその、まあそうね、でその日本ですって答えた後に、うん、なんかその最後さみんな集まってたじゃん、海外勢が、うん、フィアーザワールド最終回ってガシの最終回みたいな感じで大断念だって集まってたんだけど、みんなが日本が一番強いと思いますってアコラさんが言ったとな、うん、ふーっつってと盛り上がってて、なんかそのね、多分気を使ってじゃないけどさ、うん、答えやすくてしかも答えたら盛り上がる、ね、インタビューを用意してくれてる日本人への配慮、日本人でもアコラさんへの配慮が、うん、はいはい、なんかすごい俺確かにサミットが好きになりました。あったかい、あったかい、なんかそのね、こう答えてくれよじゃないけどさ、うん、まあそうだね、こう答えやすい質問用意して、うん、そう答えて、うん、おいーみたいな、はいはい、
確かにあるけど、うん、でもそうやってね、うん、いいなと思う。はいはい、なんかちょっとねこういい意味でのさ対立というかさ、うん、なんか日本負けねえぞみたいな、うん、なんか日本がさ海外遠征でめっちゃ連勝してた時にちょっと、うんうんうん、ね、ライトがさ入ってたね、阻止したいみたいなさ、うん、ああいうバチバチもバチバチしてくれるのもいいし、うん、そのまあ延長というかさ、そのサミットは1個の結果としてさ、うんうんね、日本人2人来てて誰が優勝するのかで、うんうん、アコラさんが優勝してその答えをそのインタビューでね聞いてめっちゃいい綺麗な形終わり方、そう本当に俺はそれがすごい良いなと、うん、多すぎだけどね人あれね集合写真みたいなマジ最終回だからなあれ、うん、あれは面白かった、前田くんも良かったね。前田くんの名前出してたね、うん、前田くんのコーチって言ってたよ、なんかねコーチまだ分かりやすくしたんじゃない、まあまあまあそうだね、そのいろいろ聞いてくれてとかさ、みんな思ったよね、みんな思ったよね、まあ、コーチそこまで昇格してたんだコーチなんです前田くん。結構ね、まあ僕なんか個人的になんか大会とかでお話しするじゃん、うん、その時にこういう風にね、やったらええと思うんですけどね、うん、とかなんかそのなんだろうな、アドバイスじゃないけど、はいはい、なんか話し相手になってくれるのよ、うん、で多分ね、ほら音勢のさ、音勢というかオンライン出身の若い関西勢の人たちとかには多分特にさ、ほら面倒見いいというかさ、うん、構ってあげてどのオフ来てほしいみたいな人じゃん、はいはい、そうだね、だから多分いろんな話してるんだろうけど、うん、コーチそうなんだなったまあでもこっちも盛り上がってから、うん、まあ一回いいかって前出て嬉しい気持ちもあるし、ね、そうそうそう、前田くんの名前がああいう場で出るのはなんかすごいいいことだとも思いますしね、うん、やっぱそのプレイヤーはさ、うん、やっぱまあまあ前田くんも光当たりやすいところにいるしいるけど、うん、プレイヤーはやっぱりスポットライトを浴びやすいですけど、うん、スポットライト浴びやすいですけど、うん、そうじゃない人もやっぱいる中で、うん、でもね、支えられて、なんかオフ行ってると痛感するよね、うん、この人のおかげでスマークあるけど、この人は、はい、まあ、その前田君はまだ出てる方だからね、まあ、出てるね、普通に、うん、っていうのはある。そうそう、あれ面白かったな、バナさんとビッグ D の写真見た俺ビッグ D 生で見たことなかったからさ、でみんな大きい大きいとは言ってたもの、うん、知らなかったからさ、で座ってるじゃん試合中って。あ、そうだね、そうだから座ってもかる、なんとなくわかるけど、そうそうそう、そこまでとは。トグロ兄弟みたいになってた肩にバナムさん乗せれるぐらいの感じだったよね顔もちょっとトグロ兄弟みたいに見えてきたしな、うん、そういうルールとか